い、アガルト講師の中山雄介です。私が担当します土地家屋調査士、それと測量書ですね、こちらの受講相談会、これを実施いたします。日時としましては11月17日の土曜日、こちらは東京飯田橋駅にある、飯田橋ラウンジ でその次の週のですね24日土曜日は大阪にあります重曹駅にあるんですけども、大阪ラウンジにて、それぞれですね実施、いたします。まあですね、土地家屋調査士測量所に、まあ、少しでもですね興味を、お持ちの方、まあ調査士になったら、こういうどういう仕事をするのかとかですね、儲かるのとか、そういった具体的な、私実もやってますからね、お話とか、じゃあですね、どういうスケジュールを組んで一体何をすれば効率よく合格できるのかと、そういったですね、まあ、資格 の受験の話、こういった話もできますし、10月21日に本試験があったので本試験を受験された方、ぜひ再現答案とかをですね持ってきていただけると、まあ、その場で採点してですね何かこうアドバイスを、したりとか、あるいは合格した後にですね土地家屋調査士として、仕事をする上での、そういった実務のお話とか、何でもですね私したいと、考えております。それでこの受講相談なんですけども、一人当たり1時間というですね、あまりこう受講相談にはないような長いお一人当たりの相談時間を設けています。まあ、本当はいろんな、ね、方と直接お話ししたいんですけれども、まあ、それよりもですねこうちょっと内容が濃い、普通のですね受講相談ではできないようなお話もできればなと考えております。それではですね、まあ、皆さんにお会いできることを楽しみにしていますので、ご応募いただければと思います。ありがとうございます。